アメリカ欧州陸軍は、アメリカ欧州軍の陸軍構成部隊。陸軍の野戦軍としては、第七軍と呼ばれる。アメリカ欧州軍の前身である。アメリカ第七軍は、第二次世界大戦中の1943年に編成され、ジョージ・パットン中将の指揮の下ハスキー作戦でウイジンを経験した。翌1944年8月には、ドラグーン作戦に参加し、 45年春には、ライン川を溶かして、ドイツ本土に侵入。5月3日、第5軍との連携に成功した。戦後、第7軍は、欧州での任務を、第3軍に引き継いで、編成解除された。1950年11月、第7軍は、ドイツシュトゥットガルトで再編成された。西ドイツの主権回復後もドイツ中流を継続し、来た。 大西洋条約機構ドイツ防衛部隊におけるアメリカ陸軍の主力部隊となった。冷戦中の大部分の間、第7軍は第5軍団と第7軍団の2個軍団を機関として編成されており、1962年6月の時点で計27万7342名の将兵が所属していた。1967年、第7軍はアメリカ欧州陸軍と合併した。 冷戦の終結により、欧州軍はその兵力を削減されることとなったが、その前に、第七軍は湾岸戦争に参加することとなった。第七軍を構成していた部隊のうち、第七軍団は湾岸戦争に参加した後、ドイツに戻ることなくそのまま、アメリカ本土に帰還した。一方、第五軍団は、第七軍の主力部隊として、ヨーロッパに泊まることとなった。年代、 第7軍は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争及びコソボへの平和維持任務を担当した。この間、第5軍団令下に、由緒ある部隊である、第173空挺旅団が再編成された。第7軍は、2003年のイラク戦争において、大きな関与を成した。第5軍団司令部はイラクに進出し、第7軍も、戦時編成に入った。第173空挺旅団と、 1> 第1機構士団は2004年までにイラクから撤収したが、第1不評士団は占領任務のために残された。米軍再編において、第5軍団の主力部隊であった第1不評士団と第1機構士団はヨーロッパを去ることとなりこれら2個士団の代わりに、第2機兵連隊と第12戦闘航空旅団が配属された。これにより、第5軍団の戦力はかなり削減されたことから、 第五軍団としての組織を解体して、これらの旅団級部隊は、欧州陸軍の直轄化とすることも検討された。しかし一時期、第五軍団の励下には、さらに2個の10旅団戦闘団が配属され、第五軍団は、2個10旅団戦闘団と1個、ストライカー旅団戦闘団、1個、不評旅団戦闘団から編成されていた。2013年には、以前検討されたように、 第5軍団は兵隊された。また、欧州陸軍の司令官ポストは長らく大将が、捕食されてきたが、2011年3月、当時の司令官である、カーター・ハム大将のアフリカ軍司令官転出に、関連する捕食人事で、基礎軍事訓練担当陸軍訓練協議軍団、副司令官のマーク・ハートリング中将が、承認なしで新たに司令官に捕食された。これにより、欧州陸軍は、 中上クラスが指揮する部隊へ事実上縮小、格下げされたことになる、アメリカ欧州陸軍の組織図、直属部隊てなんと部隊及びその他の大王部隊。なお、第一不評師団は統合戦力軍に配属外されたが、第一機構師団はアメリカ本土に駐屯しているものの、指揮系統上は依然として第五軍団の例下にあった。ありがとうございます。